して初詣とかね行きます。多くの神社のご祭神が天皇陛下とゆかりのあるご祭神ですね。熱田神宮あります、愛知県名古屋市。ご祭神、ご神体、草薙の御剣、三種の神器です。この愛知でですね、令和元年にですね、よくもやってったなと。え、これをですね、放置しておいたらダメじゃないですか。また4期目ですね、やらせていいんですか。もうですね、大村さん、いいんですよ、やんなくて。というか、やってもらったら困ります。ね、愛知県からですね、私はですね、我が国日本をね、守り、ね、再建していかなきゃなんないと、本当にこうやって思ってます。ね、そのためにですね、大村知事、ね、ダメだ、じゃあ誰に入れるんだ、ということで、私、山下俊介、愛知県知事号の山下俊介にですね、ぜひ投票してください。私は皆さんをですね、裏切るようなことは絶対にありません。で、私は軸足を我が国日本に置きですね、我が国日本の歴史の縦軸に自らを投射しながらして愛知県政を担っていくというですね、強いね、思い、志のもとで立候補させていただいております。で、愛知県このままダメですよ、ね、こんな歴史のあるですね、愛知県で、ね、源頼朝公も熱田神宮のですね、西の西岸寺でお前お回りになったと、ね、鎌倉幕府ですね、鎌倉武士、現行の頃にですね、我々の先人鎌倉武士がガンガン戦って日本の独立守ってきました。多くの時代時代で私たち日本民族の先人の血と汗が流れてるんです。その中に天皇陛下のご存在がその時代時代にあったんです。私の祖父もですね、先の大東亜戦線でインパール作戦の後、イラワジ川のほとりで爆弾とともに玉砕戦しておりますが、その方たち、ね、天皇陛下万歳を昭和されて亡くなった方がまだ骨のままでいらっしゃるじゃないですか。昭和天皇様の御代です、ね、その天皇陛下、愛知県の知事がですね、責任者で燃やしてった、踏みつけてった、こんな知事退場してもらいましょう。愛知県の皆さんのですね、心意気、志で退場してもらいましょう。この日本ですよ、日本断固守ってまいりましょう。ね、愛知県から断固日本を守り、共に再建していこうではありませんか。私、愛知県知事候補、山下俊介です。2月5日、愛知県知事選挙の投票日です。ぜひ、私、裏切ることありません。日本の国を体現しております。山下俊介、よろしく投票お願いします。頑張ってまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。